このセリフの後、千里さんがこの位置に来て、1、2、3のリズムで照明を。まやちゃん、何してるの？それから45度の角度に。まやちゃん！うわあ！千里さん、いつからそこに？30秒くらい前かしら。何をしてたの？台本を見ながら照明のシミュレーションをしてたんです。台本、真っ黒になってる。これ、全部まやちゃんの書き込み？はい、自分のメモです。稽古のたびにメモが増えていって、こんなことに。たまに自分でも何て書いてあるのかわからないことがあったりするんですけどね。確かにこれだけ書き込んでいれば、昔書いたメモは読めなくなりそうね。例えば、どんなことをメモしているの？あ、台本見ますか？読めないかもしれないですけど。セリフ後、3秒後に45度の角度に当てる。ジュリエットが2歩歩いてから当てる。かなり細かくメモしているのね。間違わないように安心できる材料が欲しいんですよ。それでこんな風にメモがいっぱい。役者の歩数までしっかり見ているなんてすごいわ。照明は少しずれただけでもかなり印象が変わりますからね。これも演者さんの演技をよりよく見せるためです。さすがまやちゃんね。私もなるべく立ち位置からずれないように注意するわ。千里さんはもともと立ち位置からほとんどずれない方ですから、いつも正確ですよね。そう？それならよかった。カオルさんはすごいですから、自由で。カオルはよく言えば、そういう決まり事にとらわれないものね。表現者にとってそういう精神は大事だと思う。周りに迷惑をかけなければね。千里さん、カオルさんとのシーンが多いですもんね。そうなの。まったく立ち位置について何度言っても聞かないのよね。そうだ、まやちゃん、カオルの台本は見たことある？いえ、ないですね。どのページ、どんなセリフにも儚くと書いてあるの。私にはなんだかよくわからなかったわ。全部儚いですか？ええ、筆圧の強弱をつけて書いていたから、儚いにもいろいろなニュアンスがあるんでしょうね。いろいろな儚いですか。カオルさんらしいですね。千里さんは台本にどんな風にメモしてるんですか？私はそんなに面白いメモはないと思うけど、カオルとの掛け合いのシーンには儚くと書いているわ。彼女がそうだから。千里さんにまで儚くと書かせてしまうカオルさん、すごいですね。こっちは儚いのニュアンスを汲み取るのが大変だっていうのに。千里さん、頑張ってください。当日も儚くお願いしますよ。そのつもりよ。お互い頑張りましょう。